さあ今日はですね、スゴーサーキットね、昨年ですね、スゴーでなんと私 RBF400 を耐久で走らせて、久しぶりに優勝レースをさせていただいたのでね、でその時のですねタイムアタック映像、まあタイムアタックというよりはこれね、初っ端走り始めた時の映像で、それを見ながら、まあ、どんな風にね車両をセットアップしていったかって、そんなところもねお知らせしていきたいなと思うので、今年もねスゴ耐久行こうと思ってますよ。でそういった意味では皆さんに今年1年ちょっと勉強してもらうためにも、この映像をですねちょっと流して解説しておこうと思いました。まずはですね耐久の映像を見ていきたいと思います。それでは2021年9月24日にですね、これね本当に久しぶりにスゴを走り始める1本目の走行なんですよね、晴れてよかったですね。スゴのコースはですね、私はもちろん全日本時代にしょっちゅう走ってますし、スーパー耐久で4人でもねもちろん走ってきたんですが、それ以降はですねなかなか2000年に入ってからそんな走ることなかったんですが、このスゴの、耐久オープン4時間耐久7時間耐久だけはですね、まあ、結構行くようになったので、皆さんにですねちょっと実際にそのオープン耐久に出る雰囲気で見ていただければいいんじゃないかと。さあこれ本当にねぐるっと回ってきた1周目、今いきなり抜いたのは 250cc なんですね。ただね250は本当にスゴのマイスターたちが結構出てるので、25熱いんで早いんですよこの連中。ただこっちは400ですからね。でもねこれ今1周目の1本目の1、2、3コーナー、このね3コーナーの入りにねメリハリがないわけ、自分の中で。そりゃね急に行って3コーナーきっちり攻められたらすごいけど、ただこの RBF400 は本当にね伸びやすくて楽しい。その代わり、いやよく回るよこれ、400だからこれ1万5000回転までレッドゾーンあるじゃないですか。私はRBF、まあ、VFR、RC30、RC45 っていうのをずっと全日本戦ってきましたけど、やっぱり7班クラスって1万4000回ればいいっていう形だったんだけど、400だとね1万5000までぶん回せるとね。そして馬乗せ、まだこれ1周目でしょ、まだね本当に馬乗せもきっちり決めるの難しい。これ馬乗せを立ち上がって SP インの一発目寝かし込みが、なんかね決まらない、一回起こしてんだよね。これはね久しぶりに持ってってこうスゴに持ってって、やっぱりねレースにずっとうちが使ってきたマシンじゃないマシンで行ったので、オートバイの旋回性が全然足りなかったんですね。まあこれ前に今250なので、まあでも250はコーナリングスピードは速いはずだから、インフィール試験なんかね全然だけど、ストレートになったら全然走れちゃうわけですよ。だけど自分の中ではもう1周目にね行った初日の1周目から、いやー市販車の車体ディメンションで全然オートバイ曲がんねえなって、思ったより曲がんねえな、これも250だよね。で250はやっぱりみんな速いですよ、コーナーでピュッていっちゃうでしょ。で2コーナーの立ちから、こっからはパワーがものを言うんでね、でもちょっとアウトに行ってないのはちょっとマイスターとしてはいかんな、アウトから行って3コーナーの立ち上がりで勝負してここで近づいてしまえば全然2をねやっつけることはできるので、さあスゴの S じゃ絶対ね行ったら気をつけなきゃいけないんで、私もあんまり攻めないようにしてるんだけど、まあでもね2周目でしょ、これ1周目で1分51秒、2周目で何秒出るか、ストレートの周りこ、あとねシフトも実はね全然慣れてなくて、シフトチェンジがちょっとカッチリしすぎててシフトミスしそうだったんで、本当にまだねクラッチをしっかり使いながらきっちりはしたけど、さあ2周目の SP イン、ダメだこれ誰かと重なったんでね、またここもメリハリがつかなかったんでね、 SP インアウトで
きっちり曲がれるようになったら、それはねいいセッティングになるので、ここが曲がるか曲がらないか、そして試験手前のねこの曲がりながらブレーキングかけるところも、結局この時点持ってった時点では全然そのブレーキのねサスペンションの奥の方が全然使えないから、しっかりしたブレーキングができなかった。これももうこの時点で2周目の時点でね、これフロントフォークのセッティング変えなきゃ、いやもうバネレート上げなきゃっていうので、もうこの後帰ったらすぐにねあのフロントフォークバラしてバネ上げてってもうすぐにメカニックに言うと思います。さあ2周目1分51秒30前にいっぱい出てきちゃったんだけど、3周目にしてはっきり言って俺結構ノリノリになってます今今ねまだ慣れてないのにあんな近くでちょっと抜いちゃいけないなと思ってるんだけど、でも気持ちいい、あの久々の都合でこんなにねいい天候で俺は気持ちいいなって。まだフルバンク全然使ってないですよ、足回りまだね全然弱い。この時点では俺の中では足回りはね一応耐久レースに向けてちょっと作ってったつもりなんだけど、車体の姿勢が全然合ってないから、とにかくコーナリング速度はねもっと上げない。はっきり言ってこの25連中をかもれるぐらいコーナリングスピードはあの RVF400 はね本当上げられるはずなんですよ。だってスーパースポーツだもん、あの当時のスーパースポーツだから、そういったディメンションで言ったら今出てる CDR250 とかね、250RR とかね、そういったものよりは全然曲がるマシンだったので、まあ、本来の本領を発揮させるためにさ SP、まだためないがあるんでね、ここためないなく思いっきり行ったらタイムが出るようになるんで、これね今年また行く時になったら俺この自分の走りを見てね、本当にためらいがないようにするにはマシンをセットアップしてっていうので、俺の場合はマシンをセットアップするまでは本気でね全力で走ることはほとんどない。で3周目、これでねある程度でもこのマシンだったら何秒出るかなっていうのがね申し訳ないね250の皆さん、あのバンバン抜いちゃって、はい、これ3周目で出したタイムが1分49秒46ですね。この後はねすぐねこの後相棒に渡して、実はこのスゴ耐久のベストラップ、49秒46ってこの3周目に出したのがベストラップで、実はその後は、2本目3本目はですね 2、3周走ったらもうフロントフォーク本当にバネ変えてイニシャルかけてダンピング変えてリアサスももう車高いっぱい上げてマフラー液パイに当たるぐらいまで当ててもまだこれ全然ダメだって、要はもう車体の作り直しからやんなきゃダメだなっていうところまでなんとか2本目3本目でなんていうかなタイムアタックをするというよりはもうマシンのセットアップに専念して、あとは俺の相棒に乗っけてやって、翌日決勝なんと雨よく雨になるらしいんだけど、はっきり言ってね250の連中も早かったし、あの現場に来ていた RVF400 を使ってるチームも今私が49秒46って出しましたけど、はっきり言って45秒切って走るらしいんですよねみんなね。ですから私もこのマシン、あの3周目に出した49秒ですね、車体を仕上げながらドライで決勝だったら、まあ、45秒切るぐらいまでいかなきゃいけないんだけど、ただその日はですねもう液パイとかに当たっちゃうんでこれ以上はいかんな、フロントサスペンションもブレーキングのもう奥で本当にもう使えないところが出ちゃって、もう当日のセッティングだけではなんともいかんともしがたいなっていうので、実はですねそこは、まあ、今年やろうということにして当日はもう我慢して走ろうと思ったらなんと雨なんと雨だったので、実はですね、まあ、400と25のコンソーレースですが、その400で来ていた連中が雨の中はですねなんか全然ちゃんと走ってなくて、で250とのですね大バトルになるんですが、グリッドに並んだ時にはっきり言って250の人たちには本当にストレートで何回も抜くけどごめんねって、ただ雨だと25のがやっぱりあのコーナーリングはね多分早いだろうと思ったので、まあ早いだろうと思ったのと、あとまんま無理したくないのでコーナーで抜かれストレートで抜き返しっていうのを何回も繰り返しちゃって、本当にあの
スゴーにいるあの250で走ってるマイスターの皆さんはですね、本当に迷惑かけちゃったなと思うんですが、雨だったおかげもあって RBF400 でなんとあの久々に優勝させていただきました。今回ですね、今年はまたね、昨年は2021年は9月24日頃に行われたんですが、また今年も9月24日頃にやるのかなっていうのを計算しながら、ウィズミーファクトリーでは、ライダー募集しております。 RBF400 に乗るライダーはそんなにねたくさんはないと思うんですけど、 ZX25R と CBR25RR と、あとは R25 もうちにあります。で今年はね CB400 スーパーフォアも実は丸帯で走らせるために、それもレンタル復活させようかなと思ってるんで、まあぜひね、スゴーのオープン4時間耐久に出る人をですね、募集今年もかけていきたいと思います。もし9月にやるとしたら、実は10月に丸帯があるので、丸帯自身は今決まってるのが春の4月3日、そして10月9日に丸帯4時間が袖ヶ浦フォレストレースウェイであって、その手前9月になるのか、っていうところで、実はスゴーのオープン4時間耐久の主催者の方にもですね、丸帯が10月9日にあるんでそこ避けてねって言ってるので、皆さんぜひ、袖ヶ浦の耐久年2回とスゴーの耐久をですね、ちょっとね楽しみにしていていただければいいんじゃないかなと思いますよ。今年実は私もね400ちょっと盛り上げようかなとちょっと思ってますので、 CB400 スーパーフォアでやる耐久レースも実は4月3日に CB400 スーパーフォア、うちの NK4 復活させますんでね、これもね CB400 スーパーフォアに乗るライダー募集しております。車両のレンタルは1時間2万1000円ぐらいだったかな、2万1800円だったかな、プラス、まあ、エントリー代があれば乗れると思うので、ここはまあちょっとね CB 好きの CB オーナーのための、耐久レースにしてるので、 CB400 スーパーフォアの耐久レースもまあ頑張ってやっていこうかなと思ってるんで、まあこれからね今年2022年度レースにチャレンジしてみたいと思う人は、ぜひこのスゴの動画を見ながらたった3週ですけどね、たった3週でもこんだけ走れるっていうのがやっぱり昔のレプリカのマシンだっていうのもねあるのでね、ぜひこんな楽しみなレースをですね体験してみたかったら、まあぜひモーターステーションの方にもお問い合わせ、ウィズミーファクトリーでもいいですね。ぜひ皆さん多分知ってる人が多いと思うんで、聞いていただければと思います。ということで、今回はですね、スゴーのオープン4時間耐久のですね前日、私が久しぶりに行ったたった3週でもたった3週でも楽しい、走りができるっていうのをねちょっと見ていただきました。ぜひ参考にして、今年の耐久に燃えていただければと思います。それでは以上、今日はこの辺でおやすみなさい。知りたいか、はい、本当に知りたいのか、はい、トップガン撮りたいか、はい、いいぞスーリー、いいぞスーリー、いいぞスーリー、1、2、3、4、4、最終コーナーに向けて左へ、バン1コーナー左へ、バン Thank you.